ピクニって不思議な人。来なさい。ギアロック教授呼べ。私の小鳥たち。呼べ。私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちを見て。強説よ。私たちに力を貸して。ギアロス教授、飛べ、私の小鳥たちよ。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 ここは私に任せて、心配ご無用です。少し休んでくださいな。私の小鳥たちよ、この命をお受け取りください。私の小鳥たちよ、飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。ギアロック教授、私たちに力を貸して。行け、氷雪よ。飛べ、私の小鳥たちよ。トローのフォルビ忍者くもくん、飛べ、私の小鳥たちよ。私の小鳥たちよ、この命をお受け取りください。飛べ、私の小鳥たちよ。命きらめき、飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。全部ここは私に任せて、心配ご無用です。ギアロック教授、この小鳥たちよ。命のきらめき、明治飛べ、私の小鳥たちよ。命のきらめき、飛べ、私の小鳥たちよ。ギアロック教授、
たちよ。ネージ。飛べ。私の小鳥たちよ。小鳥たちよ。ネージ。ギアラック同社。飛べ。私の小鳥たちよ。私たちの力を貸して。私をここに招いたのは何時でしょう。剣にためらいは禁物だ。行くぞ。ごきげんよう、ご主人様。ごきげんよう、ご主人様。
たちよ。この飛べ、私の小鳥たちよ。レイジ、早く。バッチョ。マコノコバトン。この。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、
小鳥たちよ、
私たちに力を貸して。このふっ飛べ、私の小鳥たちを。レイジ、この天よ、このままに。はい、ギアラブ選手、飛べ、私の小鳥たちを。もちろん最初から来なさい。行け、氷雪よ、私の小鳥たちよ、飛べ、私の小鳥たちよ。命は限りあるもの。来なさい。行け。おいおいおい。飛べ、氷雪よ、私の小鳥たちよ、飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ、飛べ、私の小鳥たちよ。
よ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。
倒せぴよ。私の小鳥たちよ。屋敷に残っ私たちに力を貸して吹き荒らす飛べ私の小鳥たちよ飛べ私の小鳥たちよ来なさい行けよい飛べ調節よ私の小鳥たちよ飛べ私の小鳥たちよ ああ私たちに力を貸してギアラズ教師飛べ私の小鳥たちよああ私の小鳥たちよ。私たちに力を貸して。ギアラズ教師。飛べ。私の小鳥たちよ。おい、生命！安倍の生命はいるか？クロム城、もう少し落ち着いてください。ややあなた方は、あの世への案内人の。確か、白無常とクロム城。おうよ、先日は世話になったな。実はまた、生命殿に頼みたいことがあって、こうやってやってきたのです。なんだ、また鬼絡みなのか？もちろんだ。出なきゃ来るわけないだろう。言葉が乱暴ですよ、クロム嬢。お願いする立場なのをお忘れですか？失礼しましたね、生命殿。我々は、その可能性が高いと見ています。この近くを流れる川に、壊れたままの橋があるのはご存知ですよね。壊れた橋か。もしや、あの結界のある場所か。結界？
以前に生じたという陰界の裂け目を封じる結界らしい。はい、確か昔に帝直々のご命令で鴨家の者が張ったものだと存じています。どうやらその結界の力が急激に弱まり始めたようなのです。このままでは結界は完全に消滅し、陰界の住人たる凶悪な鬼がやってくることになるでしょう。そうなってしまえば我々冥界の者としても困ったことになります。ちょうどいいじゃねえか。その時は旅にでも出ようぜ。なあ弟よ。なるほど、結界が完全に消滅する前に原因を調べてほしいというわけか。いいだろう、引き受けよう。確かに結界の弱体化は気になる。おう、オンに切るぜ。よろしくお願いしますよ。では生命様、その橋とやらへ行ってみましょうか。この道を包み込む禍々しい陰の気は、どうやら事態は深刻なようだな。例の橋はすぐそこですよね。早く行ってみましょう。あれ？なんかポツポツと降ってきましたね。神楽、傘を。え、お、うん。わ、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 わ。なんですか？急に力が入らなく。琥珀。どうやら、ただの雨ではないようだ。生命様、琥珀はもう動けません。キュー。浴びた者の気を吸い取る呪術のようだな。どうやら、橋へは行かせたくないようだ。それに、先ほどから何者かの視線を感じる。ふん。先へ進む前に、この辺りを少し調べてみるか。生命、さっきから何か聞こえない？こう、ゲコゲコゲコって、カエルの鳴き声みたいな。カエルの鳴き声か。生命様、今までお世話になりました。琥珀はここまでのようです。呪いの雨とはいえ、一瞬しか浴びてはいない。すぐに動けるようになるはずだ。あ、うわ、本当ですね。もう元気はつらつです。よかった。やっぱり雨に濡れるのって良くないですね。気をつけましょう。そうだ、傘を差して橋まで行くのはどうですか？これならまた雨が降っても大丈夫です。でも、この傘だと三人は入れないかも。ううう、いいアイデアだと思ったんですが。貴様は安倍の生命。ここであったら100年目にゃ。覚悟するにゃ。強説よ。バッチョ。魂の続く限り謝らにゃ。死ぬ。あ、来て。制御よ。バッチョ。この。にゃ。にゃ。またやられたにゃ。あの雨に濡れてからなんだか体に力が入らないだにゃ。くそ、覚えてるだにゃ。ゲロ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 。わしはジキガエルゲロ。お前たち橋の方へ行くつもりかゲロ。はい、そうなんです。無駄だゲロ。今あの橋に近づこうとしても呪いの雨に阻まれるゲロよ。
呪いの雨？そうだゲロ、橋に近づいた者の気を奪う恐ろしい雨だゲロ。もっとも、わしならその雨をなんとかできるゲロ。なんなら手を貸してやってもいいゲロよ。だが手が欲しいなら条件が必要だゲロ。何が望みだ？金か？それとも名誉か？わしはこう見えて生粋の賭博士ゲロよ。安全にことを運ぼうなんてまっぴらごめんゲロ。というわけでわしと勝負するゲロ。は？いきなり何を言い出すんですか？お前たちが勝てば何でも言うことを聞いてやるゲロ。反対にわしが勝てばお前たちは今日からわしの召使いゲロ。人の話を聞いてください。だから言ってるゲロ、わしは賭け事でしか動かんゲロ。わしの見立てによると、わしとお前らの実力はちょうど五分と五分。いい賭けになると思わんか？わかった、その賭け受けるとしよう。生命様、よろしいんですか？他の手段がないのであれば仕方あるまい。ただし時期帰るよ。こちらは全力で挑ませてもらうぞ。望むところゲロ、正々堂々勝負だゲロ。本当はわしの方が倍近く強いゲロ。召使いもらったゲロ。え？今何か言いましたか？まあ何も言ってないゲロ。そんなことより勝負だゲロ。私たちに力を貸して。私をここに招いたのは何時でしょうか？暗いゲロ。引き荒らす教師。飛べ私の小鳥たち、飛べ私の小鳥たち。暗いゲロ。飛べ私の小鳥たちよ。飛べ私の小鳥たちよ。飛べ私の小鳥たちよ。飛べ調節よ私の小鳥たち。飛べ私の小鳥たち。暗いゲロ。別ジャンパイ。ゲロゲロゲロ。実力白昼ということでしたが、あまり苦戦はしませんでしたね。こちらの方が1枚も2枚も上回っていた。見立ては誤ったようだな。時期がえるよ。今日は水かきの調子が悪かったゲロ。だからこれくらいで勘弁してやるゲロ。しかしこの強さならなんとかなるかもしれないゲロな。さあ、賭けに勝ったんですから約束は守ってもらえますよ。待つだゲロ。条件は一つとは言ってないゲロ。ずるい。確かにそうだな。それで二つ目の条件というのは何だ？話が分かって助かるゲロ。やっぱりあなたたちにお願いしたいゲロ。二つ目はもっと簡単なことゲロ。橋のたもとあたりに一人の妖怪がいるはず。その妖怪を殺めたりせずここまで連れてきてほしいということゲロ。どういうことですか？理由は連れてきたら必ず話すゲロ。お前ほどの陰陽師なら倒さずに力を奪うことができるはずだゲロ。約束はしかねるがな。確かにその鬼が結界が弱体化している原因かもしれないですし。それは困るゲロ。もし彼女を傷つけるようなことになればわしの計画が。彼女？計画？ゲロ、とにかくわしは賭博士だ。お前にかけることにしたゲロよ。お前ならばきっとあの人を何とかしてくれると。それほどの男だと。事情はわからないけど、生命は困ってるものを見捨てたりしない。それだけは間違いないから。ありがとうゲロ。よし、行くゲロよ。ふん。暗いゲロ。わあ、妖気の傘ですね。これがあれば
あの雨の呪術をしのげそう。その通り。しかし長くは持たないゲロ。消えないうちに早く行くゲロ。承知した。また後でな。頼んだゲロよ。ジキガエルの術は消えたけど、雨を防ぐことはできたね。あとは、あれの言っていたものを見つけるだけだ。その鬼と結界の弱体化、つながりがあると思う？わからないが、会ってみればはっきりするだろう。あ、生命、見て。どうやら、あのもののようだな。行ってみるとしよう。もし、そこの夫人。触らないで。誰にも邪魔はさせない。衰弱して死にたくないなら帰って。払いたまえ、清めたまえ、救急如律。やった、これで彼女の力を封じることが。何？よくもやってくれたわね。覚悟しなさい。来なさい。ダンシグラ、ギアラズ、私の小鳥たち。涙が雨に紛れるかしら。飛べ、私の小鳥たち。飛べ、私の小鳥たちよ。強敵よ。やっぱりこの鬼が結界の力を弱めていたのかな。無下にはしない。事情があるなら話してみるといい。泣き出しちゃった。さて、行かせるんじゃなかった。あの時海に行かせなければ、こんなことにはならなかった。無理に引き止めていさえすれば。どうやら話を聞ける状態ではないようだな。仕方あるまい。生命？一時封印するだけだ。落ち着かせないと話を聞くこともできまい。では戻るとしよう。約束だからな。お、生命、戻ってきたか。よかった。様子を見に来たのですが、ここから先へ進めなくて困っていたのです。どうだったゲロ、彼女には会えたゲロか。ああ、話が通じなかったからな。おとなしくしてもらったが。おとなしく、まさかゲロ。心配しないで。少しの間、生命様の力で封印しただけです。こちらの会話もちゃんと聞こえていますよ。そうか、驚かすなゲロ。しかしそうなると。で、どうなんだ、肝心要の結界の方は。生命様が封印した鬼が結界の力を弱めていたとすれば、もう大丈夫なはずですよね。そうだな。しかし、なんてことです。陰の気の力がますます強まってるようだ。つまり結界の力を弱めていたのはあの鬼ではないということか。やはりこうなってしまったゲロか。何か知っているの？イエロー。やはりか。ならば、原因を取り除くためにも話してもらうぞ。わかったゲロ。彼女の名は雨女というゲロ。雨女は確かに術を使ってここを通る妖怪や人間の精気を吸い取っていたゲロ。
でもそれは結界の力を弱めるためではなかったゲロ。むしろ逆ゲロ。逆ってことは、陰界の裂け目が広がるのを抑えていたってことですか？そうだゲロ。なるほど。だから雨女さんを封印したことで結界の力がますます弱まってしまったわけですか。しかし下せんな。その雨女って鬼はなぜそうまでして結界を守っていたのだ？それは、彼女には、雨女には生前に添い遂げた人がいたゲロ。つまり、旦那さんということですか？生前の雨女が病気がちだったので、二人の生活はとても貧しかったゲロ。しかし、夫は雨女を見捨てることはせず、危険が大きい宴会への漁業で何とか生活を支えていた。その日も夫はいつものように遠い海へ出かけようとした。雨女もまたいつものように橋の上でそれを見送ったそうゲロ。見るがいいゲロ。そこに生前の彼女の強い思念が残ってるゲロ。思念？これは、人の強い思いが残されたもの。あの人、もともとは人間だったのね。教えて、あなたに何があったのかを。言ってしまった。私が止めるのを振り切って。あの人は。でも、大丈夫。きっと大丈夫。あの人は、運のいい人だもの。きっと帰ってくる。ちゃんと、出迎えてあげなくちゃ。ご飯を作って、お風呂を沸かして、それから、ちゃんと話さなくちゃ。お腹の、赤ちゃんのこと。けれど、雨女の待つ家に夫が帰ってくることは永遠になかったゲロ。その船の同乗者で、九死に一生を得た者が後に語ったそうゲロ。その日、夫の乗る船は突然の大嵐に遭い転覆。彼は船と共に海の木図と消えてしまったと。そうだったの。雨女さんはずっとあの橋の上で待っているのですか？帰るはずのない旦那さんのことを。この身が朽ち、鬼となっても。そうなっちまったら、もはや俺たちでは冥界に送り届けることもできない。そのままならば彼女は未来永劫あの場所でただ夫の帰りを待ち続けるはずだったけど。だが何かの作用によってあの場所に陰界の裂け目ができてしまった。橋を守らないとあの人が帰ってくるこの場所を。雨女はそれが広がるのを止めようとしていたのね。そういうことだったんですか。悪い鬼じゃなかったんですね、雨女さんって。そろそろ落ち着いている頃だろう。出してやるとするか。はっ。気をつけてください、生命様。彼女はまだ錯乱しているかもしれません。また襲ってくることだって。いえ、大丈夫です。お話はすべて聞こえていました。この度は、ご迷惑をおかけしました。落ち着いてくれたのね。よかった。すまなかったな。あの時は、ひとまず封印するしかなかった。わかっています。おかげで、正気に戻れました。本当は、心のどこかで気づいていたのです。夫はもう、帰ってこないのではないかと。どういうこと？予感がしていたんです。あの日の夜、大嵐が来る予感が、今思えば、それは私の秘めた力の一端だったように思えます。でも、当時の私は半信半疑だった。あの時、もっと強く引き止めていれば、すべてを話していれば、あんなことには。そうだったんですか。旦那さんに謝りたいという強い気持ちが、あなたを鬼にまでしてしまったんですね。本当に、申し訳ありませんでした。
私は私欲のために罪のない人々を犠牲にしてしまったのです。いや、お前が裂け目が広がるのを抑えなければ封印は完全に解かれていたかもしれない。結果的にではあるが、お前がいてくれたおかげで助かった部分もある。それに犠牲といってもものすごく疲れるくらいのことみたいですし。ありがとうございます。結界の修復はこのまま私がやろう。もう心配することはない。もう行って、あなたを待っている人がいるから。はい、でも誰ですか？生命様、本当にありがとうございました。どうしてあれほど取り乱していたのか、自分でもよくわからないのです。わからない？はい、突然陰界の裂け目が発する力が強くなり対抗しようとしたのですが、無我夢中で、その後は何があったかは全く覚えていません。生命様がいらっしゃらなければどうなっていたことか。マルク王様ってほっとしたゲロ。ジキガエルさんがいろいろ助けてくれたおかげです。ありがとうございます。でもでも不思議ですね。どうしてジキガエルさんはあんなにアメ女さんのことを知ってたんですか？ゲロ、それにさっき言ってた計画っていうのは？ゲロゲロ、そういえばそんなことも言ってましたね。一体何のことなんですか？大したことはないゲロ。賭場へ行く道すがら彼女を見かけると必ず勝てたゲロ。だから彼女がいないと困る。それだけゲロ。決してお前たちを使って彼女にいいところを見せようとしたわけじゃ。ああ、なるほど。つまりジキガエルさんは雨女さんのことが好き。それ以上言うなゲロ。余計なお世話かもしれんが、一つさまよえる魂を見つけてきた。冥界に旅立つ少しの間でもよろしければですが。はっ、まさか。一言だけで構いません。あの人と話をさせてください。わかった。おい、隠れてないで出てこい。生命様、気になりますよね。ここは見ちゃいましょうよ。お前、本当にお前なのか？はい、ずっと待っていました。どうしてもあなたに謝りたくて。謝らなければいけないのは俺の方だ。必ず帰ると約束していたのに、守ることができなかった。せめてあの世で添い遂げようと思ったのだが、まさかそんな姿になっていたとは。ごめんなさい、ごめんなさい。いいんだ。鬼になったとはいえ、お前がこの世に留まっていることが俺には嬉しい。あの時のままの美しい姿でな。そんな。やはりお前は変わらないな。安心した。これで心置きなく冥界へ旅立てる。おい、ここまで連れてきてくれてありがとうよ。いえ、それが仕事ですので。そろそろ時間だ。行くとしよう。あなた、待ってください。もう少し、もう一言だけ。それはできません。未練がなくなった者は冥界へ旅立つが定めです。なあ、お前は本当に良い女だ。とびきりの美人だし、気立ても良い。料理は上手だし。だから、だから。じゃあ、俺たちはあいつを送ってくるぜ。ありがとうございました、生命殿。ゲロ、雨女さんよ、わしはな。わしにはわかるゲロよ。
あんたの夫が言いたかったことが、俺のことなんか忘れて幸せになれ。わしがあんたに言いたかったこともそれと同じゲロ、こうか不幸かあんたは鬼になっちまった。この世にとどまることになっちまったゲロよ。だから今を生きるゲロ。人間だった過去ではなく鬼の今を。ありがとうございます。どこのどなたかは存じませんが、あなたのおかげで少しだけこの身が軽くなった気がいたします。そうかゲロ、それはよかったゲロ。落ち着いて考えてみます。これからどうするべきなのかを。よかったら一緒に考えてやってもいいゲロよ。いいえ、一人で考えてみます。いつか心に降るこの雨が止むように。そうかゲロ。ふぅ、これでやっと一件落着ですね。そのようゲロな。わしも安心して賭場に戻れるゲロ。待ってください、これでよかったんですか、ジキガエルさん。もちろんゲロ、わしの生きがいは賭け事ゲロ。それ以外はついでだゲロ。それにわしは大きく賭けない主義ゲロ。欲しいもの全部手に入れようなんて、そんな欲張りをしたら罰が当たるゲロよ。元気なかったみたいだけど。何、いろいろあるのさ、人も鬼も。しかし再封印はしたものの、結界が崩れた原因は分からずじまいか。よからぬことの前触れでなければいいのだがな。
級如律令。尻尾で撃っちゃうよ。痛いかも。臨病救急如律令。まったく、すぐ落ちちゃう。救急如律令。わしの逆壺より硬いものなど存在せんわ。救急如律令。尻尾で撃っちゃうよ。痛いかも。病救急如律令。尻尾で撃っちゃうよ。痛いかも。病救急如律令。しんしんと雨が降る。私を呼んでいるようね。臨病等救急如律令。何かがおかしいの。臨病等救急如律令。わしの逆壺より硬いものなど存在せんわ。救急如律令。ゼニア、ゼニア。私と共に戦ってくれ。
私をここに招いたのは何時でしょう。歩道などあるはずないだろ。この飛べ私のことやらずどうしよう。ガカイはっ待つ前桃の花この通してよ救急如立よこの飛べ私の小鳥たち無結界人この少女天よ心のままに前に桃の花この私と共に戦ってくれ。この飛べ私の小鳥たちよ強説よ純個心がかいはっ待つぞ前桃の花この飛べ私の小鳥たちよ通してよ救急如立よ飛べ私の小鳥たちよさっき万戦
の命を。さあ、私と共に戦ってくれ。行け。行ってみよう。今日飛びよ。私の小鳥たちよ。少女、待ちなさい。力を行してよ。救急に寄り添えよ。やらず調子に飛べ。私の小鳥たちよ。はっ、待ちなさい。ああ、さあ、私と共に戦ってくれ。行け。教則よ、私の小鳥たちよ。少女、待ちなさい。ああ、目覚めよ、時は来た。やらず調子に飛べ。私の小鳥たちよ。力を行してよ。救急に寄り添えよ。教則よ、私の小鳥たちよ。はっ、待ちなさい。さあ、私と共に戦ってくれ。やらず調子に飛べ。私の小鳥たちよ。力を行してよ。救急如立よ。八尾国の占いの力。さあ、私と共に戦ってくれ。行け。教則よ、私の小鳥たちよ。少女、待ちなさい。ふっ、飛べ。私の小鳥たちよ。目覚めよ、時は来た。やらず調子に飛べ。私の小鳥たちよ。教則よ、私の小鳥たちよ。私と共に戦ってくれ。やらず調子に飛べ。私の小鳥たちよ。ひらめき。やかい。はっ。真剣だ。ふっ。ふっ。の。目覚めよ。時は来た。調節よ、飛べ。私の小鳥たちよ。少女、あれ。力を行してよ。救急に寄り添えよ。やらず調子に飛べ。私の小鳥たちよ。はっ、真剣乱舞。私の小鳥たちよ。ふっ、飛べ。私の小鳥たちよ。許さん。天よ、このままに。スランブ。ふっ、ふっ。目覚め、時は来た。教則よ、私の小鳥たちよ。はっ、真剣乱舞。
こうしてよ。救急如立よ。やらず強者。飛べ、私の小鳥たちよ。なんて乱暴な。さあ、私と共に戦ってくれ。わあ！目覚めよ、時は来た。行け、強敵よ。私の小鳥たちよ。こうしてよ。救急如立よ。やらず強者。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。強敵よ。飛べ、私の小鳥たちよ。目覚めよ、時は来た。やらず強者。飛べ、私の小鳥たちよ。お受け取りくだされ。飛べ、私の小鳥たちよ。さあ、私と共に戦ってくれ。行け、強説よ。飛べ、私の小鳥たちよ。天井このままに弱の構え。飛べ、私の小鳥たちよ。目覚めよ、時は来た。やらず強者。飛べ、私の小鳥たちよ。ロックン少女。飛べ、私の小鳥たちよ。やらず強者。こうしてよ。救急如立よ。強敵よ。私の小鳥たちよ。ロックン少女。飛べ、私の小鳥たちよ。さあ、私と共に戦ってくれ。ギアラス少女。火の魂。飛べ、私の小鳥たちよ。瓦解。はっ。天陽のままに。目覚めよ、時は来た。こうしてよ。救急如立よ。強敵よ。私の小鳥たちよ。少女。飛べ、私の小鳥たちよ。さあ、私と共に戦ってくれ。ギアラス強者。飛べ、私の小鳥たちよ。はっ、待つ。
教則よ、私の小鳥たちよ、バッチリ。フッ、飛べ、私の小鳥たちよ。先番線真剣南部。フッフッフッ。さあ、私と共に戦ってくれ。ギアラズ教授、飛べ、私の小鳥たちよ。天よ、心のままに。フッフッ。こうしてよ、救急如立よ、教則よ、私の小鳥たちよ、バッチリ。フッフッ、飛べ、私の小鳥たちよ。真剣だ。私と共に戦ってくれ。ギアラズ教授、飛べ、私の小鳥たちよ。天よ、心のままに。フッ、飛べ、私の小鳥たちよ。目覚め、時は来た。行け、教則よ、飛べ、私の小鳥たちよ。少女、バッチリ。暗いけど。フッフッ、正常に飛べ、私の小鳥たちよ。真剣南部。フッフッ、力を行してよ、救急如立よ。目覚めよ、時は来た。ダンス、飛べ、私の小鳥たちよ。Oh, my God.
せよ。救急如立了。生贄を必要とする呪術さあ、私と共に戦ってくれ。ギアラスの飛べ、私の小鳥たちよ。力を行使せよ。救急如立了。氷雪よ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。なんて乱暴な。私と共に戦ってくれ。ギアラス少女、飛べ、私の小鳥たちよ。月光少女、真剣乱舞。目覚め、時は来た。私の小鳥たちよ。この命をお受け取りくだされ。さあ、私と共に戦ってくれ。ギアラス少女、飛べ、私の小鳥たちよ。真目覚め、時は来た。強敵よ、私の小鳥たちよ。
こうしてよ。救急如立量ギアラズ教師飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。さあ、私と共に戦ってくれ。目覚め、時は来た。行け、行説よ。私の小鳥たちよ。少女、バッチリ。飛べ、私の小鳥たちよ。こうしてよ。救急如立量ギアラズ教授。ふっ、飛べ、私の小鳥たちよ。真剣乱舞。ふっ、戦は必ず勝つ。ふっ、飛べ、私の小鳥たちよ。許さん、天佑の心のままに。許さん、目覚め、時は来た。行け、教説よ。私の小鳥たちよ。ガカイ、真剣な舞。ふっ、さあ、私と共に戦ってくれ。ギアラズ教授。ふっ、飛べ、私の小鳥たちよ。天佑の心のままに。ふっ、目覚め、時は来た。行け、教説よ。私の小鳥たちよ。命のきらめき。ガカイ、はっ、真剣乱舞。ふっ、ふっ、戦は必ず。ギアラズ教授。ふっ、止め、私の小鳥たちよ。バッチリ。ふっ、ふっ、こうしてよ。救急如立量教則よ。この小鳥たちよ。命のきらめき。ガカイ、はっ、天佑の心のままに。ふっ、ふっ、飛べ、私の小鳥たちよ。さあ、私と共に戦ってくれ。ギアラズ教師。飛べ、私の小鳥たちよ。ロックン少女、真剣な舞。ふっ、ふっ、目覚めよ、時は来た。こうしてよ。救急如立量。ふっ、ふっ、この飛べ、私の小鳥たちよ。ガカイ、はっ、バッチリ。あらまあ、なんて乱暴なこと。
くださいな。さっき万戦この飛べ私の小鳥たちよ。百鬼延年このここは私に任せて心配ご無用です。この少女によりつれ荒れてる嵐にその身を引き裂かれるがいい。男は信用ならないかね。
荒れ狂う嵐にその身を引き裂かれるがいい。目覚めよ、時は来た。この飛べ、私の小鳥たちよ。ガカイはっ、待つ前戻ろ。ギアラズ教師、この少し休んでくださいな。この飛べ、私の小鳥たち。くそ、天よ、このままに。
さあ、私と共に戦ってくれ。ふっ、ふっ、この飛べ、私の小鳥たちよ。ロッコン少女バッチョー。うわっ、よそつよ。ここは私に任せて、心配ご無用です。この飛べ、私の小鳥たちよ。一体何よ、心のままに。目覚めよ、時は来た。ふっ、ふっ、この飛べ、私の小鳥たちよ。ガカイ、なんて乱暴なこと。待ちそう。あらまあ、ギアラス教師。ふっ、この飛べ、私の小鳥たちよ。五行結界陣。こうしてよ、救急如立よ。行け、強殺よ。飛べ、私の小鳥たちよ。はっ、バッチョー。前、桃の花。私と共に戦ってくれ。ギアラス教授、この飛べ、私の小鳥たちよ。ガカイ、はっ、いけ、教授よ。なんて乱暴なこと。私に任せて、心配ご無用です。五行結界陣。ふっ、天佑心のままに。前、桃の花。目覚めよ、時は来た。ふっ、この飛べ、私の小鳥たちよ。ロッコン少女、真剣勝負。前、桃の花。ふっ、ふっ。力をこうしてよ、救急如立よ。行け、強殺よ。飛べ、私の小鳥たちよ。結界陣。はっ、バッチョー。前、桃の花。ふっ、
目覚めよ、時は来た。ギアラズ教授、ヘッコーロ飛べ、私の小鳥たちよ。個人ロッコン症状バッチン。前、桃の花行け、溶接よ。こうしてよ、救急によりつりよ。ギアラズ教授、ペッコーロ飛べ、私の小鳥たち。はっ、バッチン。前、桃の花行け、溶接よ。目覚めよ、時は来た。ギアラズ教授、ヘッコーロ飛べ、私の小鳥たちよ。撤退陣、ロッコン少女バッチン。前、桃の花行け、溶接よ。私と共に戦ってくれ。ギアラズ教授、ヘッコーロ飛べ、私の小鳥たちよ。腰がかり、はっ、バッチン。前、桃の花行け、溶接よ。目覚めよ、時は来た。ギアラズ教授、ヘッコーロ飛べ、私の小鳥たちよ。ロッコン少女バッチン。前、桃の花行け、溶接よ。